皆さんこんにちは、ワンダリングルイージュです。今回はいよいよ発売された三国志13の PK パープキットですね、こちらの方をプレイしていきたいと思います。まずはちょっとオープニングのムービーですね。僕もちょっと初めて見るので、見ていきたいと思います。さあではここからですね、早速パープキットのプレイに入るんですが、今システムの方からは、英傑伝を最初にプレイした方がいいよというふうに出てきてはいましたが、三国志13自体はですね、以前プレイしたことがあるので、ちょっと英傑伝は一旦飛ばしてですね、本編の方どんな内容かまずはちょっと見てみたいと思います。でパワーアップキットのね、せっかく内容が入っているのでパワーアップキットの内容を中心にプレイしていければいいかなと思うんですが、そうなるとどうかな、黄巾の乱とか反銅鐸連合、このあたりがもともと入っていた内容で、昭和王の活躍、これ孫策のことですよね。昭和王雄役かな、このあたりが、初めてというかパワーアップキットで入ってきた時代年代になっていますね。どうしようかな、あとは208年、もうここは仮想になってますね。であとは227年となっているんですが、どうしようかな、ここはですね、どっからプレイを始めていくかっていうところ一番のポイントになるかなと思うんですけど、なんか結構迷っちゃうな。どうしよう。そしたらせっかくなので昭和王の雄役からやろうかな。それか、ちょっとまだダウンロードはしていないんですけど、ダウンロードシリアルで五路侵攻と脅威北伐、あと死立国っていうね、3つのシナリオがダウンロードできるようになってますので、ちょっとこれらも、今後はやっていきたいなとは思っているんですが、まずは昭和王の雄役からちょっとやっていきましょうか。でおすすめされる武将が、メジャーどころから来ますよね。曹操、孫策、劉備、呂布あたりから入ってきてますが、どうしようかな、どうせだったら、おすすめ武将で呂布か、ちょっと面白そうではある
部分はありますけどね。統率91、微力108、知略28、政治15。まあちょっと今回はじゃあ初めてパワーアップキットプレイしていく、かつ三国志13が久々プレイなので、まあ呂布で悪略非道なプレイをしていきましょうか。で難易度は上級で、勢力拡大は普通、まあ難易度以外は普通の内容でやっていきましょうか。か昇級にしちゃうと勢力拡大早いとかね、まあ敵に有利な感じになっちゃうんですよね。なのでここはちょっと久々プレイというのもあるので、難易度は少し下げさせていただいていきましょう。で寿命は史実、討ち死にはあり。で女性は武将扱いにしましょう。で登場都市は史実通りでまずは行きましょうか。こんな感じでやっていきましょう。で呂布の方はというと、統率が91、微力が108、まあ、この辺りは間違いないですよね。まあ、ここは孫策の昭和王の誘惑っていうシナリオになってますので、まあ、孫策中心のシナリオになっていく部分が導入部分で描かれているのかなと思います。変わりはありませんか。さあ陳宮がやってきましたね。呂布様、我が軍における同盟の軍略について陳交代が進言しますと。まず我が君を補佐する重臣を確認し、我が軍の陣容を見直してはどうでしょう。任免、重臣任免か任命から確認できますぞということなので、まあ、まずはこの辺りを見ていきましょうか。都督や大衆、各軍団や都市の戦略を委任できる、まあ、これはやっておいた方が自分のプレイが楽になるかなと思いますね。で、表情を開き、我が軍の方針を定めるべきかと思いますということです。この任務上とかもね、三国志13とどうやらパッと見は変わらなそうな感じになっていますね。では早速ですね、陳旧の進言通り任命をしていきましょう。重臣の任命からやっていくか。陳旧とか皇位長領とかこの辺りはどうだろう。もうこのままでいい気もしますけどね。それぞれ合ってますよね。内政がただどうだ。陳旧の次に優れているのは長領、長領はただ
軍事重視に入っているので、まあ、このままにするしかないか。軍師を変えて政治を内政重心を陳旧にした方がいい気もするんだよな。で軍師をこう変える、どうだろう。ちょっともう一回元に戻すと陳旧がいて、まあこれでいくしかないかな、やっぱり。で大使を任命か、まあ、大使はどうだ、長領に任命してみるか。これでどうなったかというと、重臣の軍事重臣がいなくなるんだよね。まあそうだよね。そしたらここは光順に任せましょう。でこっから表情を開いていきますか。まあ参加武将はそれはもちろん全員参加してよって感じですよね。で使命と表情で、表情では君主や東区が使命を決定します。君主は勢力軍団と君主軍団の都市の使命を、都督は自軍団の都市の使命のみをそれぞれ決められます。また表情では配下武将も使命を提案しますということですね。で使命とは表情で定められる達成すべき目標です。まあ、仕事ではね目標とか言われるともう嫌気がさすんですけど、まあ、ここは君主たる立場なので積極的に目標を言い渡していきましょう。おい表情だ、副案がございます。なるほど、ここは合計商業2500以上にしましょう。今の商業プラス590にすれば2500になるのか。うん、どうしようかな、まあ、これは政治重臣にも任命しているので、まあ、言うことを聞いてあげましょう。いやでもな、陳旧は総兵熟練を480以上か。いや呂布はいいだろう、提案などしなくて。で陳旧ですね。まあこれは陳旧案に乗りましょう。でこれで軍備充実の大方針が決まったわけですね。そしたらこっからは自ら訓練を入れていきましょう。やるか。まあさっさとね目標を達成した方がいいと思うので。あと陳旧あたりにもしっかり対応しておいてはもらいたいものの、一旦はこのままいきますか。あと人材で誰かいるかな。そうか、訓練入れちゃったから無理か。じゃあ一旦町に行きましょう。で早速訓練を。いやー可愛い子ちゃん多いな。でもここはどうしようかな、絆を使うよりかは親近の低いやつと一緒にやって一旦ね、どんな
心筋の上昇が見られるかっていうのをちょっと見てみましょう。お受けします。でここで武官系統、これ新しい要素ですよね。武官系統の異名は自らや特定の武将を鍛えることに優れますと。バンプ不当ルートでは統率と武力を特定の武将と鍛え合えるほか、一騎打ちでは自分より武力の低い相手を一撃で倒せます。猪突猛進ルートでは地方の妖艶で、狩猟大会を行い、武力経験やさまざまな獲得物を得られます。また戦闘において部下の防御が下がり、攻撃が大きく上がる特性を得ると。で修行ルートの違いますね、鬼神ルートの修行では武力経験だけでなく戦術も強化、戦闘中だけでなく婦人中も士気が回復しやすくなりますと。お、長領がいますね。ちなみに現在のマップ的にはこんな感じになってますね。炎将軍がいて、曹操がいて、まあ孫策がいて、劉備がいるって感じかな。で、ここは劉表で合ってるかな。呂布はというと結構厳しいといえば厳しいもんね。まあ劉備の支援が受けられるとしても曹操軍が目の前に迫ってますからね。となると南に下がる方がいいのかな、炎術あたりを撃破しに行く方がなんか合ってる気はするな。北の炎章と曹操がぶつかり合ってる間に南へと進路を取る、これがなんか一番良さそうですね。大方針としてはじゃあ南へ下がる、炎術の攻略に乗り出す感じかな。となると炎術の治める十春、ここを最初の攻略目標とした方がいいね。でそれまでに妖艶がいくつかあって、この武兵あたりで曹操軍と戦うことになっちゃうのかな。どうだろう。そしたら劉備の領地を通らせてもらって十旬に入る方がいいですね。まあ、いずれにしてももうちょっと兵力を上げていきましょう。大連兵とかあったね、そういえば。ここはじゃあ絆を使ってみましょうか。今度は。やるか。こんな案もございます。よかろう。良き案があります。まあ、この辺りはガシガシ提案を受け入れて鍛えてもらうでいいのかな。よかろう。こう
してはいかがか。よかろう。それ提案いたし、行け。申し上げます。なんと。援軍が到着しました。これで洛陽に曹操が入った流れですね。ありがたし。失礼いたす。承知。お変わりなきご様子。まあまあだな。そしたら成長でびっくりマークが出てますので、成長に行って任務をちょっと確認しましょう。で、功績と昇進ということで、今100の功績が得られる内容をやって119が得られたので功績以上ということでしたね。そしたら軍事出陣をするとなると1万6000の兵で、呪春を落とすのは無理だな。なのでここはまずは登用していきましょう。マカとかいいよな。周曹厳しいか。敵忍者はいない。無理か。厳しいかと思われまする。うってつけの者がおりまするぞ。本当かな。なんか嘘くさいけどちょっと一回当たってみましょう。明暗が私にお任せを。まあ、一騎打ちでボコボコにしてやりましょう。言い方だよな、言い方。これが戦火無双の一撃だ。まあ一騎打ちでは呂布に勝る者はいないはずですよね。まあ、ここは無難に攻撃でいいでしょう。
しめたぞ。まあ話にならないな。失礼いたします。よかろう。お、投用できたね。まあ、ここはやっぱりどう考えてももうちょっとその得るべき場所を取っておく必要があるので、高梁あたりにまずは進出をかけましょうか。出兵しましょう。出陣元はもちろん本拠地。まあ、調料高順あたりを出せば十分でしょう。我が命に変えましても、かしこまりました。このようにしてはいかがでしょう。よかろう。報告します。よかろう。私にお任せを。まあ、香料が取れるかどうかですね。あとは良いですか。見解を述べい。これは何て読むんだろう。クコ、根系の系なんだろう。ちょっと読み方がごめんなさい、わからないですけど。これで劉備が従って実際にはね、呂布が裏切るわけですが、これは自分で選択権があるのかな。ちょっと聞いてくれ。難しいだろう。もちろん構わねえ。わかった。任せてくれ。なんと。まあ、ここは酒を飲み始めましたね。張飛が完全に。なんだと、張翼徳様に逆らってのか。やっちまったな。
これで上州は呂布のもとに手に入ったのかな。ありえねえ。ごめん愚か者めが。難しいか。あのものならば、おそらくは。それは確かに。で、上州は俺様のものになったんだろうか。ちょっと確認しましょう。お、我が配下に加わってるな。これは大きいね。ただこうなるとついに曹操との対決は避けられないか。公領を一刻も早く手中に収める必要があるな。で、公領から出陣した、違う、公領に出陣した部隊は引き上げているので、再度公領に向けて出陣をしていきましょう。まあ家庭から何人か出せばいい、十分でしょう。今そんなに敵の部隊はいないところに出陣ですからね。万全を期します。で、あとは新しく土地が手に入っているので、ここで一度任命をしていきましょう。良き案があります。よかろう。ここは家庭は今のところ長領が務めていると。で、ここを誰に任せるかだな。領者、まあここは光純に任せるしかないか。かしこまりました。こんなところかな。そしたら、で、そうすると重臣の任命をしていかなきゃいけないですね。軍事を任せ、かつ人材不足に陥ってくるのは必要なので、人材をちょっと登用にかかりましょう。厳しいかと思われます。陳旧はそういうならダメなんだろうな。まあ諦めましょう。キビってそこまで言われるとね。
信書。主人公の絆武将と主人公と面識のある2位の武将の間を取り持ち絆を結べますと。へえ、ちょっとやってみましょうか。誰に送れるか。いやー、張飛には送りづらいだろう、さすがに。今欲しいのはやっぱり武に優れた武将が欲しいですよね。どんな面して信書を送ろうとしてるんでしょうね、呂布は張飛に。マジで意味マジで意味わからねえな。まあ、ちょっとどんなもんかっていうのでね、ちょっと送ってやみましたが、あとはそしたらここで、こうしてはいかがか。よかろう。軍事で例によって訓練をかけていきましょう。お任せください。あとは商業ね、結構商業重要だからな。ただ政治が低すぎて話にならないんで、ここは一旦諦めましょう。やっぱり軍事で訓練を入れていくしかないかな。呂布軍の勢力指名、まあ、これは僧兵を鍛えるっていうところですね。そしたら今早速ですけど、もう一度入れていきますか。と思いましたが、ちょっと時間が長くなってきましたので、まあ、ちょっと今回はね、導入部分にはなりますが、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、パスポートを見て確認してみました。で、そうするとこんな感じになってましたね。